はい、今日はこのセナ LM をちょっとかっこよく撮影しに行っていきたいと思います。この間動画でお伝えしてからプロテクションフィルムの施工に行ってて帰ってまいりました。どこをどんだけ貼ってあるか分かりません。一応この辺全部貼ってあるみたいです。で、あとドアとミラーなんかも全部貼ってありますね。この辺もだいたい貼ってあるみたいです。そして後ろのウィングはこの先端のところとカーボンが全部貼ってあるみたいです。本当に最近のプロテクションは透明度も高いんで、もう貼ってあるか貼ってないか分かんないですね。そして僕前回このホイールを変えたいっていうポンコツ発言しちゃったんですけど、これはマクラーレン F1 の LM をオマージュしたホイールみたいです。ちょっとそういうのも知らないとこの車の凄さかっこよさがわからないみたいです。すごい。ケニーさん行きましょう。さすがに僕らじゃ動かせません。はい、ちょっと走行を取るっていう、はい、お願いします。取ってますよ。はい、すげえなー、もうわけわかんねえなー。もうちなみにこれあれなんですよね、もう最初の情報っていうか知識が少なすぎたっす僕。はい、セナのもう本当にレースクローズドコース、もうレースっていうかもうなんていうの、公道走れないバージョンが GTR ですよね。で GTR を公道走れるようにしたのが今回のセナ LM っていう。はい、だからもう最初走れてたのに走れなくしてまた走れるようにしたっていう、もう僕には分かりません意味が。なんかもう至る所がスペシャルになってるそうです。すっげーなー。ちょっとこれから行ってまいります。詳しい撮影方法は紹介できないんですけど、某国産車で撮ってます。はい、ちょっと詳しい撮影方法はちょっと紹介できないです。ただちゃんとあのコンプラ遵守で、はい、撮ってます。ケニーさん、ハンズフリーでつなぎっぱなしでもいいですか？大丈夫。あとマスク取ってもらっていいですか？もうめっちゃ映っちゃってますよ、ケニーさんが。ガラスもあれなんか違うやつなのかな？なんかね、ルーフのなんかあれは違うとかって書いてあった。もう大体 LM 調べても何も情報が出てこないっていう。そうですよね。だってなんか僕見たそのニュースサイトじゃ、もうマクラーレン自体が、LM の存在をなんか認めてませんみたいな書いてるのありましたよ。あれシカト？あ、大丈夫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 、集中してください運転に。もうなんせだってセナ GTR より速い車が欲しい人は F1 にお願いしますみたいな。でもなんかレース仕様よりやばいらしいよね GTR。結局レースってルールがあるからあんまり無茶なことできないけど、もうセナ GTR ってあれレースとか全くまるで無視の車だから、もうマクラーレンが考えうるなんかもう早く走るための術を手を全部つぎ込んだみたいな。いやーちょっと緊張する。いや余裕ですって言われなくてよかったです。狭すぎて、はい、あの右半だからかもしれないけど、はい、左足が置くとこがないんだよ。それはどうすればいいんですか？これはもうどうにもならないな。アクセルブレーキ間違って突っ込んじゃうかもしれない。やめてください。ちょっとしたマンション、ちょっとしてないな、だいぶ高級なマンションが走ってるような感じなんでやめてください。
の宮に映ってるのが LM が映ってるんだよ。わけがわからない。サーキット走ってるみたいな。場所は明かせませんが、某所で撮影、沖の撮影中でございます。めちゃくちゃかっこいいです。どう撮っていいかわからないんですけど、いつも通りでいいですか。場所は割と悪くないでしょ。はい、お願いします。いいっすよ。はい、で今浦和店に帰ってまいりました。無事撮影がなんとか終わりました。よかった、かっこよかった。ちょっと頑張って編集してアップしたいと思います。そして、動画にご協力いただいたオーナー様、本当にありがとうございました。はい、まあ僕みたいなポンコツがいろいろ触ってるんで、なんてことしてくれてんだっていうコメントは甘んじて受けますけども、一応許可得て設定してますので、その辺のところご了承くださいませ、はい、そしてボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。